風がめちゃめちゃ強いです。ミツでございます。今回はね、初めてちょっと出先から、検証の当選品を紹介していきたいと思います。まあ、ちょっとね、こんなやつを紹介していこうと思うんですけども、他にもね、資格の話とか、社会問題とかいろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、あ、みっちゃんいろんな試みやってて面白いなとか、なんか和むなとか、そういう風にね言ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ちょっとね、やや斜め上から話しかけているんでね、音が聞き取りづらいかもしれないので、まあ、今回はね、この封筒、これを紹介してね、ちょっと僕の住所とか書いてあるんで、こんな感じでもう即興で撮ってるんでね、あれなんですけど、今回はちょっとこれを裏返してね、開けていきたいと思います。こんな感じですかね。まあ、こういう封筒でね、届いたので、ちょっと開けてみますね。まあ、今回はね、出先なんで、人が来ちゃうとね、あいつ何独り言やってんだみたいになっちゃうんで、当たったらね、終わりという形で、やっていこうかなと思うんですけども、じゃあね、ちょっと見えちゃうとあれだから、風がね、すごい強いんですよ。こんな感じね、これが風強いの分かりますよね。すげえ、なびてますよね。こんな感じで。じゃあ行きますよ。当たったのは、これです。これはですね、家庭教師の、個別教室家庭教師のアップルっていうね、なんていうのかな、会社さんがあるんですけども、そこのね、これ、リンゴですよね。アップルしおりっていうものなんですね。じゃあですね、ちょっと、風がね、すごいんですよね。ゴミが飛んでて、あとね、ちょっと今紹介したやつ飛んでっちゃったんで、あと拾っときますね。これがアップルになっていて、こういうしおりですね。結構なんていうのかな、布っていうのかな、こんな感じ。結構ね、質感が非常にいいですね。多分作ってるところがここなんじゃないかな。富谷市、地域活動支援センターっていうところなのかな。そこが何かね、この家庭教師のアップルさんにかけて、作ってると、まあ、そういうような感じですね。今回は、外からね、このアップルのしおりを紹介してみました。あと向こうの方にね、ゴミがちょっと、ゴミというか当選品の、なんていうの、お知らせが飛んでいっちゃったんで、しっかりと拾っておこうと思います。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。人来るとね、ちょっと恥ずかしいんで、この辺で、終わりにします。バイバーイ。